フセボロド・メイエルホリド、フセボロド・エミレビッチ、メイエルホリド、ベセピーラド、エミレビッチ・メイヘアーコルド、ドイツ語では、カール・カジミール・テオドール・マイアーホルト、カール・キャザミール・テイヤド・メイエルホリド、ユリウス歴1874年1月28日、グレゴリオ歴2月9日1940年2月2日頃、は、ロシアの演出家、俳優、ロシア及び革命後のソビエトにおいて、 挑戦的とも言える普段の演劇革新運動を展開した。現代演劇における最高峰の一人である。聖はメイ・エルホリドとも書かれる。ヨシフ・スターリンの大粛清で犠牲となった。ユリウス歴1874年1月28日、グレゴリオ歴2月9日、ペンザに生まれる。メイ・エルホリド家はロシアに在住する。 ボルガドイツ人の家系でユダヤ系ともされる父エミールはワイン製造業を営んでいた。モスクワ大学法学部を中退している。1895年21歳の誕生日を機にルーテル教会から聖教会に改修し、洗礼名、フセボロドを名乗る。その後、モスクワフィルハーモニー教会演劇学校でウラジーミル・ネミロビッチイコール・ダンチェンコに支持し、 ここに、メールホリドの舞台人としての活動の幕が切って落とされた。1898年には恩師である、ネミロビッチイコールダンチェンコに従い、モスクワ芸術座の旗揚げに参加している。モスクワ芸術座では、アントン・チェーホフのカモメの上演で、トレープレフ役を演じ、チェーホフに影響されて演劇における様式美を追求したが、モスクワ芸術座における自然主義的、 心理主義的演劇論と祖語をきたし、1902年にモスクワ芸術座を退団した。退団後、メイエルホリドは自らの理想を追い求めてスネギリョフやコシェベーロラ勇士と語らい、いくつかの劇団を結成し、カフカスに巡業に出た。メイエルホリドは役者として舞台に立つ他に演出畑に進出する。メイエルホリドは実験的劇場とそれにふさわしい。 新しい演技の構築を模索していく。1905年に当時モスクワ芸術座における自然主義演劇に行き詰まっていたスタニスラフスキーから新しい演劇の創造への協力を求められる。そこでメイエルホリドはモスクワ芸術座付属の演劇スタジオを作り、そこでタンタジールの詩の演出など様々な条件演劇的な実験を試みる。その経験を生かし、 その後、象徴主義的演技の熱心な主導者となっていく。特に1906年から1907年にかけて、サンクトペテルブルクのベラ・コミサルジェフスカヤ劇場で上演した、修道ジョベアトスを制作し、同作は、アンドレイ・ベールイ、バレリー・ブルソフ、ゲオルギー・チュルコフ、らから、象徴主義的不動劇として、評価を受けた。また、1906年に演出した、 アレクサンドル・ブロークの見せ物小屋は、象徴主義の脱構築から広く論争を巻き起こした。その他、コミッサルジェフスカヤ劇場では、イップセン作、ヘッタ・カプラー、メーテル・リンク作、修道・ジョベアトリーチェなどを演出し、象徴主義の流行、流星期を出現せしめた。しかし、コミッサルジェフスカヤとの密月は長く続かず、喧嘩別れの後、 1908年ペテルブルク提出、アレクサンドリンスキー劇場及びマリンスキー劇場の演出家となる。両劇場時代、メイエルホリドは世界各国の演劇研究に取り組み、その中でも伝統的な民衆演劇を応用した。メイエルホリドは、レールモントフ作、仮面舞踏会、モリエール作、ドンジュアン、ワーグナー作、トリスタンとイゾルでその他を演出し、 ロシア革命直前、直後の混迷するロシア演劇界にあって、演劇の革新という観点で、独自の足跡を残した。メイルホリドは、自分たち演技者と観客との有機的接触を求め、演劇、演出の手法を探求していった。そのような実験的手法の中から、客席と舞台との連続性の強調、舞台における非日常性の強調、 映画のモンタージュ形式に共通するとき空間など演出手法を確立するに至った。1917年、ロシア革命によってメイールホリドは実験的演出及び演劇の革新実現の絶好の機会が到来したと考え、積極的に革命に参画した。メイールホリドはロシアの演劇人中一番早く革命を歓迎した一人であり、 1918年8月にはすでに、ロシア共産党、ボリシェビキに入党している。同年から1921年までソ連、教育人民委員部、文部省の演劇部門を統括する。1918年秋、革命1周年を祝して、マヤコフスキー作、ミステリアブッフを、演出、上演するが、これは、ソ連時代、職業的演劇人の担い手になる。 最初の社会主義的演劇との評価を受けていた。ミステリアブッフの上演以来、演劇革命とも言える演劇の10月を唱え、新時代にふさわしい新しい演劇の創造運動に邁進する。それは例えば、舞台と観客の融合を図った、アケボの大胆な構成主義の舞台を展開した、堂々たる故宮、ソビエトの現実を鋭く風刺した、南京虫、風呂。 古典を見事に現代化した森林、検察官、知恵の悲しき等の舞台演出に結実することになる。また、国立高等演劇工房では、後の映画監督、セルゲー・ゼンシュテインらを要請している。革命後は、アジプロ演劇手法の確立、コメディアでラルテ、サーカスなどの動きと、科学的な生産の時間、動作研究であるテーラーシステムなどを参考にしつつ、 機械的イメージと組み合わせた深海訓練法、ビオメハニカ、バイオメカニクスの提唱なお、次々と行い1920年代におけるソビエトロシア演劇は元より20世紀前半の国際演劇に大きな影響を与えた。すなわち演劇における身体性、集団性の復権である。そしてまた、当時若手の作曲家、ドミートリー・ショスタコービチとも親交があり、 自らの劇場の音楽部長に任命し、儀曲、南京虫の舞台音楽を依頼している。1923年ロシア、共和国人民芸術家の称号を授与された。また、同年メイエールホリド劇場を創立するとともに、1924年までメイエールホリド劇場とモスクワ革命劇場の芸術指導者を兼務する。しかし、 演劇創作の絶対的自由と普段の革新を目指すメイエルホリドの姿勢は、スターリンに代表される共産党官僚の全体主義的統制と相対するようになった。1938年1月、形式主義文化の外読をルフしていると批判されて、メイエルホリド劇場は閉鎖され、メイエルホリドは1939年の第一回前祖演出家会議で、 自己批判を余儀なくされた上に投獄される。以後も弾圧は続き逮捕、投獄され、残忍な拷問を受けた末に、フランス、日本とイギリスの諜報部に協力したと、供述させられた。入国時の厳しい取り調べは、現存する、メイエール・ホリド本人の微ンスキー判事宛の単眼書に描かれているが、スターリン粛聖時の無言たらしさをもう伺うことができる、貴重な文献である。そして、 メイエルホリドは1940年2月1日に死刑判決を受け、おそらく翌日に銃殺された。自身の妻で女優のジナイダライヒは夫の逮捕後の1939年7月15日にモスクワ市ブルー・ソフ・工事の自宅で何者かによって殺害されている。GPU による粛清説が有力である。ショスタ・コービチの証言によれば、 来避のうめき声が何時間も続いたが、隣人たちは関わり合いを恐れて誰一人様子を見に行かなかったという。スターリンの死後、ヒスターリン化に伴い、1955年11月28日、ソ連最高軍事部会は、メイエールホリドの名誉回復を発表した。以下の文献には、杉本良吉、岡田義子とメイエールホリド粛清の関連についての章がある。 ただし、名護市の杉本の虚偽の供述がメイエルホリド粛清の口実にされたという見解について、武田は粛清は規定の方針で杉本はその最後の仕上げに利用されたに過ぎないとしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。